たまのどうも、先ほどとない、シャケトリック、もうシャケというね、本日ご紹介するのはこちら、じゃじゃーん巨人の足跡パーンというね、巨人の足跡のパンだそうです。意味はよくわかんないですよね。ただ、名前の通り確かにでかい。でかいよ。うん。すごく大きい。さあ、ちょっとじゃあ出してみましょう。改めて出してみるとでかい。別に俺の頭は普通サイズなんですけども、にしてもでかい。俺の頭と同じくらいだからね。普通の成人男性の頭と同じくらいの大きさだと思ったら相当な大きさじゃないですか、これ。すごい。チーズとハムをトッピングした香ばしいふんわりパンだって確かに、匂いはたまらん。で、足跡パンってことでね。よくね、この指がちょっとね、分かれてるっていうか。ちゃんとね、足の指があるような形にはしてますね。では、いただきまーす。うわ、すーごい。オーマイガー、オーマイガー。まあ、これでね、150、60円ぐらいでこのサイズだったらお買い得かなと思います。ただね、注意してほしいのが、さっきね、カロリーを見たら、あ、157円、税込み170円って書いてある。で、カロリーを見たらなんですけども、530カロリー。これ1個で530カロリーもあるんだよね、皆さんね。注意して食べてください。僕はもうね、晩ご飯を食べないって決めました。さあ、ということで本日のクマポイントは、ここで説明しよう。クマポイントとは、鮭クマがどんだけ満足したかというポイントである。ドルル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 ルまあね、もちろん味わうっていうかね、めっちゃ美味しいから食べるというよりは、まあネタで食べるにはいいんじゃないですかね。しかも安くて大きいので、まあね、これ一食でお昼を済ましたいとか、そういう、まあお昼一個にしても大きいとは思いますけども、なんかガッツリちょっとね、パン一個で済ましたいっていう時はこれはちょうどいいかもしれませんね。ここまで見てくれてありがとう、つくま、きり、たまらんな。動画を見てくれてありがとう。PC の方は画面のこちらをクリックしてチャンネル登録してください。スマートフォンの方は登録ボタンか動画説明文の中にあるリンクをクリック。これからもサゲクマチャンネルをよろしく。たまらんな。